ライスファンの皆さん、申し訳ございません。申し訳ない。こいつが本当に舐めたことをして。本当にごめんなさい。片付けます。はい。めいめいはあと1週間ぐらいかな。そう、甘いの禁止。でも、ちょっと調子良すぎて。やめてるのが良い。そう。だから、なんかそういう感じで、なんかご褒美的な感じで食べるぐらいにしようかなって思って。なんかいいんじゃない。一気に食べるというかは、うん、じゃあ金は終わったけど今日の仕事頑張ったからこれ一粒だけ食べようみたいな。マジ調子、継続が調子良すぎる。だから一旦このお菓子たちはここに置いとく。ああ、え、全部置いとく。麺もはどうし、これだけ、これは持って帰る。これをそれもう置いとこうかな。置いとくの。ここで食べる。これを置いとく。置いとく。これはそう、じゃあ食べちゃう。勝手に食べてもいい。勝手に食べちゃう。これ置いとく。これはどうよ、エアにあげる。はいよ。で、これも買える。これは大きいか。これちょっと美味しそうすぎるよね。ちょっと舐めたいね。やろ。でもずっと思ってたの、このパウダーだけ売ってくんねえかなって。でも年間じゃん。でさ、クリスピーチキンのトマト、クリスピーチキン&トマトのチキンにさ、うん、パウダー別売りしてんじゃん、あれ。あれだけ欲しいって思ってたのね。あ、だからこれが美味しいならいいよねって。これで美味しいならね。美味しくなかったらお前覚えとけよ。美味しくなかったら絶対ね。やばい、これ持って帰るのやばい今日ね。でも持って帰んないと。ティーハウス君のやつだ。まだ決まってない。ね、一日だし。片付け終わり、これもセットね。ここの部屋の何点を買ったの？何？白すぎね。なんか白ければいい、白、白飛びしちゃういいのかなって思ってたけどね。逆に黒の服着てた方がいいぐらい。え、だよね。ここの武器は。お腹減った。どうする？ウーバーする？今日私たちからは報告、うん、画角どうにかしろ。上開きすぎなの。でもなんかさ、あっちが明るいからさ、こっちめっちゃ暗く感じるね。ね、まあ、やちゃん、はい、いつまで休んでんのって、うん、まあ、うちらもまだ分かんない、まだ今の時点だと、うん、もうこれが出てる頃には復活してるかもしれないし、うん、復活してもうち的にはあの体調見でいいよって思ってて、うん、でさ、なんか耳が原因で今回休んでるじゃん、うん、でも病んじゃってるって思ってる人いて、あー、こ、メンタル的に。そう、うん、耳が痛くから始まってた闇、うん、あ、だから戻りが遅いんじゃないかっていう心配を送ってきてるエアタンの子がいたんだけど、うん、それに関してはないと言い切れます、うん、だって今のエア見せてあげようか、うん、今日さ、今どんな感じって言ったら、いや、これ逆にか、これできたのね。あ、病んでんだこれ、うん、あ、ごめんなさい皆さん、うちの勘違い、病んでました、うん、病んでる。うちのメンバー病んでて、なんかスパイダーマンになりたいらしくて。なんか今のエアどんな感じっていう LINE に対してこれで送り返してくるっていう。病んでる、病んでたんだ、気づいてあげれなかった。ごめんすぎるな。だからなんか精神面的には全然、うん、あの私たちがケアしてるので、あの特に心配することはなくて、うん、耳も現状で言うと治療はもう終わってて、うん、まあ、経過を見てる段階ではあるんですけど、でもめちゃくちゃ病院通いっていうかそういうあれでもなく、うん、まあ、定期的に店に来てねぐらいの段階かな、うん、もう今これが乗ってる頃には多分 それはもう過ぎてると思うんですけど、うん、まあ、電話した感じも普通のエアだったしって感じ。え、ママまだいるんですよ。ママもいないんじゃない？え、いない。一旦帰ってる気がする。ブーたちはいるか。いると思う。一回電話してみる、うん、出ないけどね。とりあえずうちの電話出ないけど、ね、出ないと思う。あと本当に生活リズムとかも関係なく寝れるとき寝るみたいな感じの生活してて、これで夕方に電話したけど出なくて、寝た2時間後ぐらいにごめん寝てたっつって、8時ぐらいに、うん、出ないです。うん、で、未読無視なので。未読無視。はい、まあ、これも通常運転。はい。福岡でさ、もつ鍋がめっちゃ美味しくてさ、うん、あれ、スーパーでもつ鍋のあれ買った、スープ。うん。あの、キャベツが美味しくて、ね、
お肉なくてもいい、全然キャベツだけでいけるぐらい。もつ鍋いいよな。もつ鍋めっちゃ美味しかった。今回も味噌食べたんだよね。そう、初めて食べた、うん、味噌美味しかった、うん、かったね。か醤油のイメージだったから、うん、味噌も美味しいやんってなった。もつ鍋大好き。スープストック東京、スープストックのさ、うちサンラータンが好きだったので。ああ美味しい。定期的でなくなっちゃうかな。今日は全然、うん、前あったけど今ない。うん、オニオンスープもうまいよ。メイヨも冷凍ストックしてるから。さすがです。でさ、ちょっと高えなって思うじゃん、うん、スープなのにこんなすんの、うん、でもマジ美味しい。満足感が違うよ。そう、あとカレーうまい。いや、カレーうまいよ。そう、カレーうまい。駅中にある時とかあるじゃん、うんうん、そういう時に食べたりしてた。このトマトと鶏肉のカレーがうまい。うまい、これうまい。あとうち中尾好き。みんな中尾ってさ、実家にいる時存在知らなかった。うん、うちも知らなかった。こっち来て、ウーバー始めてから知った。そうそうそう、てか赤からいい来たい。え、いいね、おいしいよ。普通の味で食べたい、うん、辛すぎないよ。もう食べるのやめよ、うん、この時間だし、夜ご飯あるし。皆さん、モスバーガーでスポンジボブコラボがありましたが、ウーバーでさ、そのセットさ、ない、なんかなさそうだったんで。なんか買いに行くしかない。子供のセットないわ。いいでしょ、うん、買いに行くしかない。買いに行かない。パスケースだって、かわいい。え、だからさ、あれとはまた別なんだ。そう、あのハッピーセットみたいなのとは別。あ、じゃあちょ、ハッピーセット頑張ればいい。うん、あ、オッケー。27からね、毎日食べるメイに好かれるために毎日食べよ。でメイはファンの子から教えてもらったんだ。 それで知った。さすがです、皆さん。情報早くて助かります。ありがとうございます。ボールペン、マスキングテープ、え、絆創膏欲しい。折り紙セットってことは 1,2,3,4 つ頼めばいいってこと。あ、そうだね、4種類、うん、ワイワイチーズバーガー、ワイワイバーガーセット、ワイワイチーズバーガーセット、ワイワイナゲットセット。あ、じゃあ1個ずつ頼めばいける。そうだ、ね、低アレルゲン、ポークサンド、米粉、ポークロール、いいですね、うん、モスって全然食べたことないけど。ちでも朝日がモス派で、うん、なんかオニオンリングあるの。あ、私これで頼む時はあるけど。でポコマックデビュー、え、した。はい、しました。何食べた。パンケーキ、うわ出た、懐かしい。とあと塩抜きポテトを頼んであげて、もう本当に 2,3 本だけど、まだその分かってないから、うん、ポテト自体もこの間食べて。すごい。パンケーキはやっぱ食べやすい大きさだから、うん、3枚ぐらい食べて。あれ美味しいよ、うん、普通にうまい。良いです、うん、でゾロリの絵本もらった。へぇ、解決ゾロリ。解決ゾロリ。スポンジボブさ、ハッピーセットでさ、メイが中学生ぐらいの時やってたんだよ。うん、それ選べない、ランダムでキーホルダーみたいなフィギュアみたいな、うん、ね、一番くじってやったことある？あれよ。あれコンビニ？コンビニ。どこの？いろんなとこでやってる。え、セブン？セブンはセブンであるし、今一番くじだけで調べれるよ。で、ファミマの一番くじもあるし、ここに LINE の一番くじクラブっていう、どこどこで何開始です、ね、え、ポケピースだって。へぇ。この間ポケモンの時もめっちゃやりまくって。で、その A 賞が欲しいから。え、かわいい！A 賞欲しいから。一回いくら？680円、前は5コインだったの。そうそう、こういうのめっちゃ集めてた。こうやってさ、え、いいじゃん。レジでさ、引くってこと。そうそうそう、それでさ、おめでとうございますとか言われる。うん、あ、でも A 賞とか、うん、いいのだったらあれだけど、その H とか G のこのタオルだけとか、うん、何個からも選べますみたいなやつはなんか気まずそうで気まずいよね、多分。しかもなんか全部 HHGF みたいな感じで、あ、じゃあ好きなの選んでくださいって言われて気まずいよ。そう、30日からやります。今は動物の森、ヒロアカ、ワンピース、ジョジョ、ガンダム、食べっ子動物、オンライン発売とかもある、なんかめい小学生か中学生の時にスーパーにお使い行ったら、そのレシート何円分でくじ1回引けますとかあるじゃん。それ開催されてて、うん、レシートその金額言ってたからやってみようと思って、うん、普通にこうやって並んで回したら、うん、めっちゃいい賞、一番いい賞の、あのコーヒーメーカー、気まずかった。めっちゃ人いて一回だけやりに行ったの。小学生がやりに行ったらそれ当てちゃって。基本ポケットティッシュだよ、そういう時って気まずいね。折り返しも来ない。なんか出たくないんだよ。今返事したらまたかかってくるって思ってるから。ふざけんの。出
もしさ、その友達からさ、急に電話かかってきたら出る、うん、ね、絶対出ないんだけど、え、なんか何誘われたらどうしようってこと、何であったとしても、めんどくさくて で、まあそれでさ、本当に緊急の用事だったら多分 LINE でなんか入れられて、もうすぐババってとかさ、折り返してとか、うんうん、でも別にそれがないってことは緊急性ないじゃん、いいんじゃないって、そう、だからマジでない、だからもう通話したがる男の人とか、はいはいはい、本当によくわかんない、うん、何を喋るのってこと、そう、もう一人で家でいるときに連絡だったらいいんだけど、うん、例えば明日の時間とか場所、うん、どうするとか、そういう相談なら全然いいんだけど、おしゃべりって終わり時が分かんなくて、え、暇、え、そう、暇だとしても俺も暇なんだよね、電話しないの、しないでください、メインに本当にやめてください、一切しないでください、ラヘットゆっくり、じゃあ、はい、このいただきます、うわ、いい匂い、韓国のに買えばよかったな、大きいのもあった、あ、本当、多分さ、いや、SNS はやってんじゃん、うん、でも自分の顔載せないじゃん、うん、わかるよね、メイクするタイミングがないの、休みが長いとしないね、だから自撮りできてないんだと思う、うん、確かに化粧してても自撮りしなきゃならない、確かにタイミングない、メイクの仕方忘れない、だから多分みんなが生存確認、うん、その実物を見たいじゃん、エア自体、うん、それが今満たされてない、確かに、どうしたらいいもんか、まあでも、まあ肌休ませてるから許して、許して、いや、これで 5g なんだよ、少ない 5g? じゃあ、あんたは何 g ない、カップラーメン食べよっか、うん、お前がそれで満足できるわけねえだろ、じゃあ、今からうちカップラーメン作るからみんな見てて、このカップラーメン食べます、キムチ、おもりキムチチゲ、うちまたさ、フラダンス習いたいんだよね、うん、あと、うちが今やりたいこと言ってくね、はい、手話、そう、手話サークルに入りたい、へー、なんか見てくれてる子でね、やっぱ難聴の子とかがいる、その子が手話できるかどうかわかんないけど、でも、字幕を頼りに見てる子もいんのね、うちらの動画を、うん、音は聞こえないけど、字幕がちゃんとしてて嬉しいって、だから、なんかさりげなく手話とかできたらいいなと思って、うん、あの TikTok で手話教えてくれてる人とかを今見てる、うん、けどちゃんとやっぱりやっていかないと、そのどの言語もそうじゃん、うん、使ってないと忘れちゃうじゃん、うん、だからそういうサークル入りたい、耳が聞こえる人も入ってるサークルとかもあるみたいで、うん、そういう周りに耳が聞こえない人がいる、なんちゅう手話使う人がいるからみたいな、うん、そういうとこは入りたい、習い事いいね、うん、習い事したいね、でも絵はね、復帰したらやりたいことある、何、食い倒れ大会大会大会何大会え、食い倒れ大会で大会え、試合すんで8切れるまで食うっていう、何を食い倒れする、え、もう絵が食いたいもの食わしてあげたい、今別に食べれてないわけじゃないんだけどでも絵は珍しくさ、うん、動画見てたよ、多分、え、嘘、何で、うちらの2人の動画、うちらの良くも悪くもっていうところがあって、自分が乗ってる動画以外見ないっていう自分にしか興味ない、そう、みんながそう、うちは結構見るけどね、あ、まあそう、うらんそう、うん、でもこの2人に関しては自分が乗ってなかったら興味ないから、そうな、珍しいのよ、エアちゃんがうちらの2人の動画を見てることがすごくねと思って、ちょっと褒めちゃった、それ褒めたの、で、これどういうの、何、これはあの、カンプマサトカンプマサトカンプマサトが一番伝わるんだよ、こうじゃないよ、こうでもない、あー、ルッカミー、ルッカミー、もう湧いちゃうよ、みんな、メイちゃんが TWICE 踊ってくれたって、メイの携帯自立したときに、え、そうだリズム感のなさがメイは上半身の時はめっちゃリズムいい、そう、足つくとダメ、足つくと途端にわけわかんない、そうそうそう、エアもなんだよ、上の時はいいの、下入っちゃうとダメ、わかんなくなっちゃって、なんか意味わかんない、もう一回いきます、はい、足くい、完璧じゃない、完璧、私にしてはね、やばい、すぐないんじゃない、この家、これって辛いやつ止まないと思う、辛いよ、
辛いんですか？辛いタレを入れたら辛い。普通にカルボの粉だけだったら。ロゼパスタさ食べたじゃん、うん、韓国で、うん、あれめっちゃ美味しかったからマジ美味しかった。ロゼ食べたいんだけどさ、うん、辛いよね。辛い。でも自分で作んないとだもん ね。あれ何でできてる？生クリームだよ。クリームパスタにあのこの韓国っぽい辛いのを入れる。トマトクリームパスタのこと。コチュジャンの辛さがあるトマトクリームパスタ。だトマトクリームパスタ作ってそこに自分の合う適量のコチュジャン入れればいいんじゃない？あ、なるほどね、うん、辛さを見て入れるみたいな。見た目に反して辛いんだよあれ。そうでもめっちゃ美味しかったの。あのあそこロッテモールのフードコートみたいなところで食べたんだけど、うん、え、作ってみようよ。こんなじゃ、ね、美味しかったよね。だまずトマトクリームパスタを作って、なんかいろいろさ、フォンデュしたい。うん、フォンデュしたい。ちょっと変わってきちゃった。ロゼフォンデュ。あ、ロゼフォンデュ。え、そんな、そういうのあんのかな、わかんない。でも美味しそうじゃない？普通にパンとかを用意しとけばいいってこと？あのソーセージとか茹でて。うん、書いてある。ロゼクリームフォンデュのレシピとか。え、いいじゃん。それ作ろう。え、いいじゃん。トッポギとかウインナー。え、いい。お餅いいね。よくね。それしたい。え、いいじゃん。これしよう。野菜フォンデュできる。見て、これ。うちがさ、ハマってるウィグルウィグルのサンダル。9点で買いました。新しいハウスのスリッパ欲しくて。可愛くね、これ。いっぱいあったよ、種類。いただきます。いやだ。ティッシュ意味ある。一応、今日着るやつだからさ。うん、あんまり意味なさそうだけど。やばいか。うん、美味しい。美味しい。この価格久々だね。最近さ、ロケが多いから、うん。そうそうそう。確かに。いろんなとこ行ってたし。ね。いちご狩りとか。でももうちょっと春休み入っちゃって、そう一回またね、どこも室内増えるかも。一旦室内に避難する。沖縄行きたいんじゃない？え、てかさ、うん、エア休みの間さ、うん、一回さ、うん、福島行かね。いいよ。ただ帰りたいやつ。ただ普通に福島帰りたいんだけどさ、いいよ。うち帰ってなくてさ、ずっとさ。うん、確かママが来てる。そう、ママ来てるからうち帰ってなくて、で朝日とポコは帰ってるの。あ、うちがいない1週間とか北海道らへんとか韓国らへんとか、うん、1週間帰ってんの、うん、うち帰ってないのよ、うん、えって。なんでうちいないのに帰れるのっていう。確かに。でもそれはありがたい。ばあちゃんとか合わせられるしね、うん、ポコ。うちも帰りたい、うん、から帰らない、うん、なんかメイの実家企画いつですかっていうのも来てるんだけど、そうそうそう、今年中には絶対やるので、うん、あのやっぱママも忙しいからさ、お仕事もしてるし、うん、だから絶対やるからもうちょっと待っててねっていうので、先に裏に実家帰ろう第2弾やっちゃおうよっていう。ちょっと帰って美味しいもの食べたいかなっていう。メイ最後帰ったの、ちゃんと帰ったのいつ？もういつも日帰りで帰ってきちゃうから、うん、で日帰りで行ける距離だからね全然、うん、泊まる必要がない。泊まったのいつ？思い出せないぐらい。全部日帰り。うん。うちもメイの実家何回か出る。うん、メイいないとき。怖いよね。12月の YTFA の、そう、YTFA の日。そう、そうだ、に入りが遅かったから、うん、それまで、その、あ、じゃあメイん家近いし、バセさんに会いに行こうかなと思って行って、でメイママとサイゼリアでご飯食べて。こいつ多分朝見家になろうとしてる。いつの日か普通に遊び行きました。で言ってなかったからメイに。そう、知らなかった。で写真、メイの部屋から写真撮っておくと、うん、怖いよ。メイの実家なう。メイより帰ってる。言うならメイよりメイママに会ってる。うん、だってオタク仲間だからさ。確かに。メイママは見てもらう。トラックの時か。うん、めっちゃ行ってた。何回か。あの時焼肉行ったし一緒に。ウケる。焼肉 2,3 回行ってる。え、そうなの？だって原宿でも行ったの。メイのいとこと。あー、怖いってこいつ。てかさ、メイ、お姉ちゃん、うん、か妹いたらよかったなって思うんだよね。なんで？なんかさ、大人になるとさ、うん、あの本当友達みたいにさ、いろんなとこ出かけたりしてるイメージなのね、うん、そう、姉妹って、うん、なんか楽しそうって思ってる。年近いとね、よりいいよね。そうそうそう、マジ友達みたいな。うちらみんな男兄弟だ。みんな男兄弟。別にさ、出かけるって感じでもないじゃん。うん。でも、よく成長したと思うよ、メイは。兄貴と出かけるなんて、
あの高校時代のメインを見てたら、うん、もうありえない現実、うもう家族と関わろうとしてなかったから本当怖いぐらいさ見たから、その時は思ってなかったけど、うん、めちゃくちゃ反抗期、やばいって思ってた。うちは、うん、え、そんなことある、だって今日ママとお兄ちゃんが家にいるからウランチ行っていいって意味わかんないし いや、来なくていいよって思ったけど、あ、別にいいよみたいな言ってたけど、今考えたらおかしいもんね、その行動が、うん、なんか一緒の家にもいたくないみたいな感じだったから、そうそう、態度悪いって怒られてた。なんか別に暴言吐いたりとかしなかったけど、うん、反抗期だからって、なんか態度悪かったらしい、うんうん、みたいな感じだったんだよ、そう、友達といるのが一番楽しいみたいな感じだったから、うん、だから全然あの学校終わってめ帰宅部だったんだけど、うん、ずっと教室に残って家に帰ってこなかった、家に喋くってた。そんなメイが兄貴と二人でディズニーとか、やばいでしょ、何の心の心境の変化があったのかが気になりすぎたもんね。そう、男兄弟でさえさ、うん、出かけるんだからさ、うん、お姉ちゃんとだったらこれもっと、もうどこ行くにも一緒だよ、うん、だってさ、それこそメイク用品服共有できるしさ、そうそうそう、楽しそう。まあその分学生の時はめっちゃ喧嘩するだろう、うん、当たりまくると思う。近かったら近いだけ。学生の時はお姉ちゃんいなくてよかったって思った理由が、うん、あの洗面所絶対その学生になるだろうな、髪の毛巻いたりとかさ、で、あと私の使った使わない色、そう、同じ時間に家出るのにさ、嫌じゃんそれ。いやもうメイ男兄弟なのに、お兄ちゃんがメイのシャンプー使って切れ散らかしてるんだよメイのシャンプーだよ、メイが買ってんだよ自分のバイト代で、うん、お前なんかさ、マジその結果聞いたオールインワンみたいな使った気持ちを持って全部一緒、頭からつま先まで同じやつ。マジでそのなんかメイがめっちゃブチ切れて、うん、ね、聞いてよみたいな、その撮影の時ね、でそれをよっぽどのことあったんだろうなぐらい思ってたら、うん、兄ちゃんのさメイのシャンプー使ってたんだけど、しかもさ使わなって言ったのにまた使ってんのね、あの時めっちゃイライラしたもん、あの初めてなんか鬼の形相みたいなガチに切れてる、なんか怒ってる時あってもうみたいな、うん、じゃないの、本当にムカつくんだけどみたいな、一回ぐらい許してあげてってお兄ちゃんもいい匂い使いたかったんだよ、何でもいいからお前なんて注意したのに、うん、もう一回使ったことに腹立ててた。そうそうそう、喧嘩してた学生の頃。喧嘩、殴り合いは幼稚園か小学校ぐらいで、裏のだっけ髪切ってあげたみたいな、え、違うよお前だろ切ってあげたの違う人のエピソードにすんのお前いろんな人の髪切りすぎだね、あれ髪切ってたんじゃなかったっけお前なんてなんだよ、うん、あれだよ、美容室帰りの友達の前髪切ってでもう一回美容室行かせたのがあんたなの、私人の髪切ったことないですよ、違う人か、うん、でもエアはさ年が離れてるじゃん、うん、一番下と、うん、2番目はそんなじゃん、うん、あんのかなやっぱ喧嘩、うん、今はさすがにないと思うけど、ちっちゃい頃あったのかな、だってエアが8歳の時に一番下生まれてるから、多分一番下と殴り合いはないと思うのね、まあ確かに、いや真ん中とはあると思う、いやありそう、ではどうなんかな聞いてみる大丈夫、多分来ないからでもエア甘やかしだから、そんななんか手出したりはしなそうだけど、さすがに仲いいもんな、風呂覗いたりしちゃう感じだもん、いや風呂覗いたことあるないよ、めちゃうちもないな、ちっちゃい頃は一緒に入ってたけど、うん、定期的にうちメインのちっちゃい頃の動画見たくなんだよ、頭長いやつ、長いやつお風呂入るの嫌で泣いてるやつマジ可愛い、あれマジでうちのこと言えないぐらい頭四角で長かったそう、本当によかったって、今綺麗な頭ね、まん丸になってるよ、ほんとなんか大丈夫ってぐらい頑張ってたし、なんかほんとに心配になった、パン食べてんの可愛くない、今食べてるよって、かわいい、最近何でも食べれるようになってきたから、いいね、麺系好きだね、あともずく、うん、もずく好きなの、へえ、レシピ高いから、高いね、うん、メイ最近さ、うん、甘いの禁止してるけどさ、そんなに甘いの食べたい意欲別にないのね、うん、でその理由が、うん、さつまいも食べてるのさ、うんうんうん、だからだって思って、あしかもめっちゃあのねっとり系食べてるのね、もうスイーツみたいな感覚で、だからさつまいも 10kg 届いちゃった、ふるさと納税で、焼き芋じゃなくてよもうさつまいもの状態で、うんうん、でこれやばいって思って、うん、でとりあえず焼き芋大量生産してる、うん、ああねっとり焼き芋、そうそうそう、
やばい、10キロやべえ、何個か欲しいな。あ、いいよいいよ、うん、全然明日持ってくから、ここに食べさすわ。あ、ほんと、いや、細いなんか細いのも入ってたからそれ持ってくね。オーブンある、オーブンもある、もうオーブンでやる焼き芋がうますぎて、170度1時間で、ちょっとアルミに巻く、うん、そのまま濡らして、うん、そのまんま、うん、170度1時間やってちょっと放置するの、うん、冷めるまで、うん、でプラス余熱で、そうで冷めてからまた30分追加で焼くと、うん、もうマジねっとりやる、めっちゃ美味しくて、もう最近毎日そればっかり、オーブンでやる。え、それはさ何で、うん、朝ごはん、え、どんな時もお腹減ったら、うん、焼き芋みたいな、そう、どんな時も食べる、どんな時もいやで、あの皮も食べる。なんか前までさ皮食べない買ったんだけど、うん、皮うまってなって、皮もそのまま、そう、おすすめです。紅はるか、うん、千葉県香取市の皆さんありがとうございます。私はそのふるさと納税って使ってほしい使い道を選べるんですよ、うんうん、私はすべて子供系のにしてて、まあ、自分が将来さお世話になる保育園とか、うん、そういう児童施設とかあるだろうから、まあ、そこのものに使ってもらえたらなと思って全部それ選べるとこは、うん、にしてる。福祉関係、まあ、いいわね、地方創生、あーいいですね、まあ、そういうゼミ入ってたから、あーそっかそっか、 それに意欲高い、うん、そういう知識もあるし、ね、返事来た、あ、あ来た、ごめん寝室で充電してたなるほどなるほど、次です、リビングで充電してた。こんだけ充電してた。出た出た出た。もしもーし。もしもーし。元気？元気。ほんと。よかった。え、ブー。あ、ブー。あ、ブー。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 かわいい。久しぶりブー。かわいいブー。かわいい。10キロだったよって。10キロ？え？12キロ、あ、12キロね、12キロのブー、めっちゃ返事してくれる、顔四角いでしょ、四角い、真四角、いいスクエアパンツだね、可愛すぎるブーブー、プーはいないの、プーいるよ、プー、あ、プーもいんの、あ、プーとプー、あ、プーもいた、プーもいます、プー、喧嘩してた、プーとプー、え、かわいい、なんで、え、なんかわかんない。で、ブーこっから血だ。ガチ喧嘩じゃん。仲良くして。ちょっと最近聞いとってんの、こいつが。かわいい。ねえねえ。うん、見て。何？髪色汚い？うん、綺麗だよ。うん。で、まつげは？まつげも綺麗。うちがまつぱしてあげるから。ね、みんなネイル見せて。かわいいでしょ。かわいいでしょ。あ、かわいい。どう？どう？はい、見せてみんな、ネイル。どう？どう？可愛すぎ、可愛すぎ、可愛い、うん、ナチュラルが一番いいと思う。今笑ったでしょ、アサミ、うん、うん、エアのネイル見て超真顔、やばい、ネガティブになってるこいつ、じゃポジティブにしてあげて、うん、ツルンツルンで可愛いじゃん、うん、あ、ほんと、てか、うん、あれなんか動画見てないみたいな、うん、うん、やばい、話聞かれてる、え、動画見てるから、あ、ありがとう、 ありがとう、 鼻でかちんちん却下だよ、ほら、え、何の話か鼻でかちんちん却下、大丈夫、みんなつったのこっから見ないでって言ったじゃん見てます、あ、でもね、プレゼント、うん、あるしね、そうだ、エアは何してんの最近、エアは何もしてない、ずっと家いて、うん、プーとプーと戯れてる、いいじゃん、いいね、リフレッシュしてきてる、リフレッシュできてる、うん、なんか今日2日目、あー、しんどいね、それは、それ、うん、一部界隈でそのエアが耳痛いっていうのは嘘で、やんじゃって出てこれないんじゃないかっていう説が出てたんだけど、やんでるよね、うん、うん、やんでる、やんでる、だってうちの電話出ないし、なんか出たくないんだからかけんなって怒られて、メイに違うよ、そうじゃないよ、そう、だからそのみんなに病んでないよってうち言ったんだけど、いや、こいつ病んでるよって、うん、やんでねえよ、うん、言ってるから、元気、うずうずしてる、まあ、うん、髪なんかここまで汚いの初めてだから、うん、いやでもそれはやってるかも、全然全然汚くない、そここうモザイクすれば全然汚くない汚いんじゃんうん、大丈夫だよ、
え、何つけてんのそれ。え、あ、これあの、うん、ラーメン食べてたからエプロン、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 エプロン。なるほどね、綺麗に食べようと思ってね。エアうん、何したい。え、治ったら、うん、じゃあもう復活したら、復帰したらクレマグの動画になんか美味しいもの食べたい。あー、やっぱりいいね。めっちゃ美味しいもの。リクエスト送っといて。あー、オッケー。でも、はいはいはい、はい、何、浜焼き。あー、あー、いいね、いいじゃん、行こう行こう。いい、ね、とか、しらす丼とか食べたいかも。あー、あー、じゃあ江ノ島とかそっち系。江ノ島あんま行ったことないから行きたいな。確かにね、行きたい。いいね。あと浜焼きもそっちあるのかな。あと千葉の方とか。うん、でもエアの一発目決まってるから、ね、その復帰できるよってなり次第スケジュール組みたいから教えてね。え、何やの。いや、エアが一番やりたいって言ってた企画。うん、一応まだ秘密にしとく。秘密。だから動画見ないで。からマジで。絶対動画見ないで。うん。分かった。楽しみにしとく。うん、ずっとやりたいって言ってたものを、まあ、2個か3個ぐらい、うん、思い当たる節あると思うから、それやろうかなって。ああ、なるほどね。うんうんうん、あの、耳に優しい、それ。うん、結構優しい。うん、耳に優しかったら別に今、うん、うん、まあ、悪化することはないかな。さすがにないと思う。さすがに、うん、今結構命より大事だから。ああ、そうだよね、やっぱりね。うん、うん、そうそうそう、分かる分かる。でも聞こえやすくはなるんじゃないかな、逆に。うん、逆に、うん、聞こえやすくなる、逆にね。怖っ、私で嫌なんだけど。まあ、耳にもいい、いい音だし。うん、いい音。うん、まあ、目にも優しい。いい景色だし。え、滝修行。やりたいのも。いいよ、やるか。耳に一番悪いと思うけど。それは、まあ、うちらも考えてくから、いろいろ。うん、ありがとう。で、この後うちら、あの、配信あるから。そう。うん、絶対見といて。頑張って。うん、絶対コメントして。絶対見といて。え、一応あの時コメントしたんだよ、や。え、ロフトに。あれ、あ、そうそうそう。え、そうなの。したの。なんて。え、そうそう。かわいいってコメント。見えなかったから、ね。うちらコメント見えてなかったから。アーカイブで見てた。うん、今回もよろしくね、コメント。うん、あの、盛り上げといて、一番。オッケー。やっぱ先導切って。うん。できるのがエアだと思うから、うん、よろしくね。お願いね。任せて、うん、お願いします。はい、じゃあうちはちょっと行ってくるわ。うん、頑張ります。行ってらっしゃい。うん、であと明後日行くから。あ、オッケーオッケー、ありがとう。家にいて。うん、うん、家にずっといるから。うん、バイバイ。じゃあね、バイバイ、はい、バイバイ、さよなら、さよなら。早く切れよ。あ、エア、いや、あのさ、ちょっと困った顔して。ちょっと困った顔、うん、顔、うん、サムネ用に、サムネ用に。あ、オッケー、オッケー、あ、オッケー、うん、バイバイ、バイバイ。よかったね、見れた見れた。こんな感じです。はい、よかったよかった。うん、まあ、ブーとプーもいるから安心。うん、多分癒されてるだろう、毎日、ね、やることもあるしね、うん、逆にやることないとさ、本当にもう逆に病んじゃうと思うけど、ブーとプーいるおかげで動かなきゃいけないしってなると、ね、うん、散歩とかも行くだろうし。確かにいいね、リフレッシュ。よかったよかった、ありがとうね、ブーとプー。ありがとう、助かってる、うん、助かってる、ありがとうね。ありがとう。ってことで、うちら今から仕事行ってくるから。はい、頑張るよ。はい、もうしばらくやちゃんがお休み期間あると思うんですけど、か復帰してるかもしれないんですけど、うん、はい、今後の活動も応援よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いや、元気そうでよかった。またお家に遊びに行かせてもらうよ。めっちゃクロちゃんじゃね。